皆さんどうも、霊夢よ。皆さんどうも、さないですよ。2023年11月5日、ここは JR の奈良駅。今の時刻は、朝の7時45分くらいね。こんな朝早くに奈良まで来て、一体何に乗るつもりなんですか？今回は、土日限定で、2本のみ運転される。国鉄型通勤車両による優等運用、奈良始発の201系快速に乗っていくわよ。ああ、201系の快速運用ですか。数年前までは、結構運転されていた気がしますが、気がつけば、こんなに運転本数が減っていたんですね。ということで、今回乗車していく快速を担当する車両が、有地線より入線してきたわね。今回乗車するのは、MD602 編成みたいですね。奈良発車2分前、奥の1番乗り場に、万葉まほろば線経由の JR 難波駅が入線してきたわ。あの高田経由の快速も、1日1本の貴重な列車なんですよね。そうね。私も以前乗車して、ご紹介しているから、詳しくはこちらの動画を見てね。ってことで、7時53分、奈良を発車。ここから終点の JR 難波まで、約45分くらいね。今回乗車している列車は、快速 JR 難波駅。この先、王子までの各駅と、旧宝寺、天王寺、新今宮に泊まっていくわよ。大和路快速と、ほとんど停車駅は変わらないんですね。奈良から16分、王子に到着。奈良まで来る201系も、なかなかレアな存在になりましたが、ここから先の区間では、まだまだ201系が主力で活躍していますよね。8時9分、すぐに王子を発車。次の停車駅は、大阪の旧宝寺。ここから、6駅連続通過、約15キロもの道のりを、ノンストップで駆け抜けていくわよ。おお、国鉄時代から活躍してきた201系の意地の見せどころですね。列車はこの快速最初の通過駅、3号を通過。令和の時代に、201系が駅を通過して高速運転しているなんて、ほんと、信じられない話ですよね。以前は意外と結構走っていた、この201系による快速列車なんだけど、今となったら、この通り、平日1本、休日2本しかないのよ。おお、随分減ったんですね。しかも、平日は、王子始発の1本だけなので、奈良始発なのは本当に休日の2本だけなんですね。奈良から29分、旧宝寺に到着。やっぱり、どこか懐かしい、国鉄型による爆走運転は、たまらないものですね。そして、8時23分、すぐに旧宝寺を発車。今回乗車している201系電車は、2006年から大和路線で運行を開始したの。以後、103系と同じウグイス色の電車として、沿線の人々に親しまれながら活躍してきたのよ。ということは、早いもので、大和路線で走り出して、17年経とうとしているんですね。そうそう。201系自体は、以前、大阪環状線や、JR 京都線、神戸線。もっと前だと、関東の方でも、活躍していた車両だったんだけど、次第に各地でも廃車が進み、気がつけば、活躍の場は大和路線だけになってしまったわ。確かに、昔は大阪環状線でも、オレンジ色の201系が走っていましたよね。
新型の323系に全て置き換えられましたが。そうなのよ。そして今乗車している大和路線の201系に関しても221系を大量投入することでとうとう置き換えていくことになったみたいなの。2025年頃には大和路線の201系も完全に運転を終えて201系という形式自体が消滅することになるそうよ。なるほど。この車両にこうして乗っていられるのも今のうちなのかもしれませんね。あれ、気がつけばノロノロ運転になりましたね。列車はもうじき天王寺に到着するんだけど、どうやらこの列車普段は阪和線からの関空紀州路快速が使う18番乗り場に到着するらしいのよ。でもその18番乗り場に先に到着する関空紀州路快速が若干遅れてるらしいのよ。大和路線の列車でも18番乗り場を使うことがあるんですね。その18番乗り場に先着する関空紀州路快速が遅れて止まってたから、この列車が入線することができないってことですか。つまりはそういうこと。少し遅れたけど奈良から37分8時32分天王寺に到着。本当に18番乗り場に201系が。本来は天王寺で3分くらい止まるんだけど、今日はちょっと遅れたからすぐに発車するみたいね。まあこればかりは仕方ないですよね。もう発車時刻過ぎてますし。おお、これが噂の201系快速か。あら、マリサ、あんたいつの間に。えへ、天王寺からだぜ。どうやら霊夢とサナエの二人が貴重な201系の快速に乗ってるって聞いたから、数駅だけだけど私も堪能しに来たんだぜ。なるほどね。さて、マリサも加わったところで奈良から43分3分遅れて新今宮に到着。そしてすぐに発車するみたいですね。列車は今宮を通過。おお、国鉄型車両での通過はやっぱり爽快かつ最高だな。先行の普通電車も多少遅れているので、さっきまでよりはスピードも控えめですけどね。今宮を通過すると大阪環状線とお別れして機械と入っていくわよ。いよいよ終点の JR 難波ですね。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点ジャパンは終点です。これで決まりたいのってことで、奈良から48分、8時41分、5分ほど遅れて、終点の JR 難波に到着。長いようで短かった、201系快速の旅の終わりですね。乗ってきた201系は、折り返し普通王子行きになるようね。さすがに折り返しはいつも通りの運用なんだな。ということで今回は、休日の朝に2本だけ走る奈良始発の201系快速 JR 難波駅に乗ってきたわ。この201系の快速列車、以前は多数運行されていたんだけど、ほとんどが221系の運用へと置き換わり、気づけば平日1本、休日2本だけの存在になったのよね。今回初めて乗ってみたけど、国鉄型による通過運転はとても爽快だったわ。2025年には201系の運転も終了するらしいから、この経験は少なくともあと1年程度しかできないのね。令和のこの時代にまさか国鉄型の通過運転を堪能できるとは、正直信じられないですよね。かつてあった201系の映画の時代を感じました。あと2年ほどで201系も引退という形になっちゃうので、この快速列車も来年のダイヤ改正で221系に変わってしまいそうですね。国鉄型の快速自体、今となれば数少ないからな。ほんと、201系の快速は貴重な列車だと思うんだぜ。この201系による大和路線快速、2本とも朝早い時間だから多少乗りづらいかもしれないけど、よかったら一度乗ってみてよね。国鉄型の爆走運転をじっくり堪能できるおすすめの列車だぜ。ということで今回の動画はここまで。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価お願いしますね。最後まで見てくれてありがとう。ありがとうな。ありがとうございました。